このアップリンクの社長の、代表の浅井隆です。アップリンク自体は配給会社として約1987年に、会社を作って、僕はもともと天井桟敷というアバンギャルドな演劇のグループにいて、そこで舞台監督をやってて、まあそこでは映画も撮ってたんで、映画の制作とか上映も経験してて、15年ぐらい前にこう映画館、小さいけど場所を作って、今のこの場所に引っ越してきたのは10年ぐらい前です。映画の配給、特にアート系の映画を配給してると、なかなかこう劇場で上映する場所を決めるのに時間がかかったりするので、自分たちの劇場があれば、海外の映画を持ってきても上映する場所がすぐ自分たちで決めることができるので、アップリンクが配給するような映画を上映する場所を作りたかったから作りました。お待たせいたしました。ザ・ヴァンパイア予告編につきまして、お手元にお返しいたします。お客様にお願い申し上げます。携帯電話や音のある機器は他のお客様のご迷惑になりませんよう、電源からお切りいただくようお願いいたします。それでは最後までごゆっくりご鑑賞くださいませ。アップリンクは、今3つの映画館、小さいです、約40席、あと60席、それとカフェ、それとギャラリーで、2階に、パンフレットとか本を売ってるマーケットがある小さな、カルチャースペースです。アップリンクは一度もフィルムで上映する設備を持ったことはありません。いや、失ったものは何もないです。むしろ、若い映画監督とかはフィルムで作ってなくて、昔もビデオしか作ってなかったから、それを積極的に上映してたんで、プラスの方が多かったと思う。15年ぐらい前に始めた時からビデオプロジェクションで、その時は DV カムを使って上映してました。で、その後ブルーレイで上映できるようになり、で今 DCP で上映しています。 DCP のデータが全部ここに入っています。で、こっちサウンドの調整ができて、映写したものはここを開けてチェックしますけど、今は電気がついてるから開けれない。DCP での上映とブルーレイでの上映でちょっと設定が変わってくる。あと作品によっても少し調整が必要なものがある。まずアップリンク、この劇場は、まあ、いろんな映画作品を上映してるんですけど、なんというか映画を見るためだけの場所じゃない、こう文化が密集した場所。それは日本の中の、その渋谷にあることも含めて、非常にこう文化が、集約した場所に、文化の集約した、まあ、劇場があるっていうことで、とっても面白い施設だと思います。たった今明日から上映する「蜃気楼の船」っていう千曲監督、まあ32歳、若いかどうかは別として、彼の作った映画をアップリンクで上映し、彼は宣伝は監督たち自ら、
クラウドファンディングでお金を集めてやってもらって、アップリンクはここでの上映と全国での配給を、やるっていうことをやってるので、そのやっぱ上映する場所を提供してるっていう意味では最近では蜃気楼の船ですね。年を取ったアーティストはやがて死んでいく、若いアーティストは年を取ったアーティストより長く生きて活動するので、若いアーティストをまだ世間が評価してないアーティストをサポートすることに意義があると思う。ワークショップを3つやってて、もう10年以上やってて、1つは配給について、まあ、知ってもらう配給サポートワークショップ、2つ目は、今彼が撮ってるようにそのデジタルカメラで映画を制作できる時代になったのでムービー制作ワークショップで、3つ目は、今年去年始めたばっかりで未来の映画館を作るワークショップ、そのアップリンクのようにシネコンじゃなくこういう普通のビルの中に、賃貸場所を借りてその映画館入ってるわを作ってるわけだけど、まあ、他にもなんかすごいお金がなくてもビルを建てるわけじゃなくても小さい映画館はカフェを作るようにできる時代になったので、デジタルプロジェクターがあればクオリティもいい映像が見せられるから、その映画館を作りたいっていう人にうちで作ってきたノウハウを教えるワークショップをやってます。まあ、演劇ってやっぱり何十人、2、30人のやっぱり、あるいは多い時だと僕ら4、50人のスタッフキャストでやったけれど、まあ、映画だと作るのは別として上映するのはもっと小さい人数で、2人、3人の人数でもその配給とか宣伝ができるから。なんか疲れたりしませんか？いや、自分の力が体力が続かなくなったら終わりだけど、まあ会社はお金を銀行から借りて借金してるんで、借金全部返済するのにあと13年かかるので最低13年は頑張んなきゃダメですね。日本で一番小さなシネマコンプレックス、たった3つしかスクリーンがないし、さっきに言ったように40人から60人ぐらいのスクリーニーなんで、そこが一番の特徴で、でも3つスクリーンがあって毎日多い時だと10作品ぐらいを上映してるので、いろんなこの多様な映画体験ができる場所だと思います。映画には力はないと思うんだよね。力があるとしたら映画を見た人がそこで影響を受けたり考えたり感じて、見た人が何かリアルな社会でアクションを起こすことはできると思うけど、映画自体にはそれを触発することはできるけど、my personal ゴジラ。